死んだら地獄だろうな。でも天国なんかないしな。君の部屋のカーテンの柄をなんか思い出したんだ。何もできず帰りを待ってた。情けない毎日を、くだらない毎日を。そんなこんなで時は流れて、なんだかんだで僕は元気です。君が飼ってたあのブサイクな犬は今でも元気ですか。ずっと懐かなかったな。本当のことは見透かされてたんだ。誰にも言えない秘密のインターホンを、あの時確かに僕が押しました。写真に撮った瞬間に、なぜかすごくしょぼくなるのは、生身のあたしを愛してということでしょう。僕の喜びの8倍以上は、僕の悲しみの8倍以上は、僕の苦しみの8倍以上は、やっぱりあなたでできてた。確かに僕は押しました。